あっちに行ったりこっちに行ったりいろいろやってみるけど、どっちに行ったら鳥に会えるかわからない。確かにね、現在から過去そして未来に至るまでね、まあうろ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 しているような状態かもしれませんね。でさて今日はね、鳥はほとんど出てきませんね。あ、何か鳴き声が聞こえましたかね。こういった鳴き声をねちょっと中心にお送りしたいと思っているわけでございます。何か変なことやってるチャンネルでございますけれどもね、それにもかかわらず続けてご覧いただいている方に本当に感謝いたします。そして初めてご覧いただく方ね、試しに最後までご覧いただきたいと思います。今日はね、タイトルにもありますように大変思いがけない出会いもありました。この場所はね、実はあんまり鳥に出会った思いではないんですよ。今までも何回か出かけているんですけれどもね、ちょっと鳴き声聞いてもらいましょうか。なんでしょうねこの鳴き声ね。そろそろ夏鳥がねやってきていると思うんですが、これねもう少し何か姿を捉えたかなと思ったんですが、全く何が映っているか分かりませんね。まあキビタキとかオオルリがねそろそろやってきていてもおかしくないと思いますしね、キビタキなどはねちょっと昨シーズンあたりもいろんな場所でね出会えることができておりますのでね、でも1年経ちますとね、あれどんな鳴き声だったかななんていう状態なんですよね。そしてウグイスもねこんな状態でございました。もう今日はね鳴き声だけかなってお送りできるのはね、そんな覚悟をしていたんですがね、これやね、目力すごいな。オオコノハズクっていう鳥なんですかね。私は心の準備もできていなかったし、正直言ってまあフクロウの仲間ですよね、そういった鳥に出会えるとは全く思っていなかったのでね、まあ、改めてちょっと調べてみますと目の色がねコノハズクとは違ってオレンジ色に見えましたのでね、そうじゃないかなと思っているんですが、お気づきの点がありましたらまた教えていただきたいと思います。このチャンネルは識別についてはねいい加減なことをね、言っていることが多いのでね、この兵庫県の内陸部北播磨という地域でね誕生しておりますと、おそらく出会うチャンスはないだろうって思う鳥が、いくつかありまして、それはワシですね。オオワシとかイヌワシ、それからツルですね。タンチョウズルとかナベズル、マナズルとかね、出会うことがないって言い切れないですよね。でもね、まあ今までも出会うことができるなんて思わなかった鳥にね出会ってますのでね、まあしかし、まあ、その確率は極めて低いと思っておりましたしね、まあ、その中にフクロウなんかもね入っていたんですが、実はねこの地域でもフクロウは生息しているよというお話も、お聞きしておりましたしね、実際ね、そういった案内がある自然公園もありますのでね、この場所にはフクロウの仲間が生息してますよというね、ご案内があるような場所もありますのでね、ただね散歩がてらに出会えるような野鳥ではないと思ってましたのでね、まあキャンプでもしながらね、じっくり、粘らないとね撮影できないような鳥かと思ってましたのでね、まさかそういった鳥に出会えるとは思わなかったんですが、こういった滅多に出会えない生き物に出会いますとね、ちょっと嬉しい反面ね、それがいいことの兆しであってほしいっていうことをねいつも思うんですよね。ちょっと気を引き締め直すというかな、
そんな気分にもなるんですよね。まあ喜んでばかりは、いられないと言いますかね、そういった気分にもなるのが正直なところでございます。ということでね、クールダウンと言いますかね、そんな意味も込めまして、ちょっと、このようにね、里に降りてまいりました。あ、これ桜がね、もう葉桜の状態になっているところに四十からがね、何か語りかけるようにさえずってくれておりましたけれどもね、まあ落ち着けようっていうことでしょうね、おそらくね。まあ里には里のこういったね、おなじみの野鳥たちがいてくれますのでね、ありがたいことでございます。まあこういった野鳥にね、出会いますとちょっと気分がね、落ち着くと言いますか、そういったことにもね、なりますね。さて今日出会ったあのフクロウの仲間ですけれどもね、目力ねすごかったですね。あの両方の目がね正面を向いてるっていうね特徴がありますよね。そしてフクロウの仲間の中にはね、首が270度回転する鳥もいるそうでございますね。270度って言ったら、時計の針で言ったら12時の位置から9時の位置まで回転するっていうことですよね。真後ろを向いていて振り返るよりね、そっちへ回転した方が早いっていうね、すごいですね、考えてみればね。ほぼ360度回転するようなね、感じがしますがね、飛びとかあのノスリなんかもね、180度はね真後ろね回転して、ね、いる様子なんかはよく見かけますけれどもね、フクロウの仲間はすごいですね、そんな感じなんですね。どちらかというと夜行性の鳥なんじゃないかななんて思ってましたので、私は午前中に歩くことがほとんどですんでね、まさか出会えるとは思わなかったんですよね。あの山道を歩いておりますとね、ちょっと横切ったんですよ。なんだちょっと見たことのない鳥だななんて思ったんですがね、飛んでいったあたりをねちょっとカメラで探ってみますと、運よくね、見ることができたんですが、色合いなどから見てましてもね、森の中で見つけるのはかなり難しいんじゃないかななんてね感じましたけれどもね。ということでね、いつどんな鳥に出会えるかわからないということで、まああちこちね、うろうろしながらもそういった出会い求めているわけではないんですけれどもね、まあ歩いてみるものだなっていうことを改めて感じましたね。まあこれからの単調ね、今日歩きましたような環境を歩くことも多くなるかもしれませんがね、実はね危険もありましてね、スズメバチであったりとかね、ヤマビルにね取り憑かれたこともありましてね、この場所ではね、それとかダニとかね、マダニですか、マムシなんかもねおりますし、まあいろいろ気をつけながらやっていきたいと思います。このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。